さあ今から皆さんには絵を描いていただくんですが、テーマはこれはぜひ見てほしい古場のおすすめシーン。名人揃いのフルーツバスケットでございますけども、ファーストシーズン、そしてセカンドシーズンの第1部まで、その中でこれが名人にね、ぜひ詰めたいシーンを描いていただければと思います。感動するシーンでもいいです、もしくは あえてここをチョイスしたっていうのもいいです。最悪美味しいもの一コマでもいいです。最悪ですよ、最悪ですよ、これはめちゃくちゃ最悪だ。いいですよ、俺が見た中にはないシーンを描いてる人見ますね。そんな人いるんですか。別の番組なのかな。バネ皆さんたくさん作品やられてますから、ごちゃごちゃになってるのかな。混ざっちゃった。内田くんそんなシーンありました。内田くんをはじめね、そんなシーンありました。これは気になるのよ。さあそれでは参りましょう、お一人ずつ絵を持って、前に来てそのシーンを説明していただきましょう。じゃまずはこれどうしようかな、順番ちょっと一回確認して。なるほど、はいはいはい、なるほど、はいはいはい、お、ほう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 、あーなるほど。じゃあ最初は江口くん。よいやいやい。さあ江口くん、巨匠の絵がやはり、はい、私真鍋といたしましては、次のシーズンから、お世話になるわけでございますね、はい、セカンドシーズン始まりますけれども、うん、まあその中からやはりこうユキと真鍋の関係性というところで、ね、そのやっぱり、関係性をやっぱり深めていくというところで、こういうことですね。これはクロスカウンターを殴り合ってるってことですね。クロスカウンターは違う、上力騎士のこれですね。いやその感動のシーンじゃないんですけれども、はい、やっぱりこう二人でね、いろいろぶつかり合いながら、うん、共に成長していくというところ、こちらがユキです、うん、こちらが真鍋です。どちらでもいいです。はい、こういうシーンをぜひ次ちょっと気にしていただきたい。あ、いいですね、ちゃんと自分のもう宣伝にもなってる。はい、もう、あ、いいですね、もちろんです、素晴らしいプレゼントだと思います。ありがとうございます。あ、これはいい、絵もねすごい味があっていいと思います。ありがとうございます。さあ、じゃあ古川くん。はいはい。さあ古川くんの、ぜひ皆さんに知っておいてほしいフルーツバスケットの名シーン。やっぱりね、まあ、出番があるなしっていうのはやっぱりいろいろとあると思うんですけれども、うん、僕らすごくね、すごくファニーな人を忘れちゃいけないなっていうふうに思ってこれを書きました、うん、これなんですけど、怖い怖い、何ですか、何それ、事件の現場、ダイブメッセージ、もうこれも事件ですね。その矢印は、この矢印はですね、これ色の確認なんですけれども、男子トイレ、これ男子トイレ、男子トイレ、男子トイレ、男子トイレから、色を確認し終わった。あー、わかった、なるほどね、非常に好きなの、あー、忘れていただきたくない、いいよ、面白い、いや、もうありがとうございます。そういうことか、いや、最初演技だけ全然わかんなかったけど、名シーンみたいな、ちゃんと名シーン、いい、よかった、いいチョイス、ありがとうございます、すごい、よかった、謎解きみたいな話。あ、なるほどってなった、いいですね。さあ、行きましょう、島崎くん。はい、ちょっと絶対次俺だと思ったもん。はい、原作ファンの皆様もお待たせしました、うん、始まります、うん、ダークシグレ編がついに。あ、なるほど、なるほど、本当にさ、うん、こんな顔してるんだよね。そう、いやでも本当そう、こんな顔してるんですよ。そうだと思うんだ、大体こいつが悪いんです。大体こいつが悪い、うん、誰とは言わないけど、うん、大体こいつが悪いです。はい、すごい。でも皆さん、諦めないで、アニメからの方もその先には光がね、人闇を越えた先に光がきっとあると思いますんで、最後まで見ていただければと思います。もう絵に闇を感じる。ファーストシーズンしか見てないですね。チラチラとしかなんかその表情出てこないんですけど、す、ね、急におっかなくなるんでね。マジで闇が、相馬家の闇がね、はい、はい、見えてくると思いますので、よろしくお願いします。これはもうぜひ見たくなりますね。はい、はい、さあでは、はい、大鳥ですね、内田さん。はい、私が皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、この作品をこんなにも色づけてくれてるのはこの人です。誰だよ。これの人は、はい、トールです。そう見えてるの。トールさんはそのガンキャノンみたいに、違う、ガンキャノン、肩からそのね、バズーカが入ってるの、ガンキャノンじゃん、ガンキャノンじゃないよ、メスのガンキャノンじゃん、メスのガンキャノン、オスですないじゃん、いや、いや、これ何なのよ、手だから、手じゃないじゃん、肩はもう下にいってる、
ちょっと立て立てって。こうなのよもう。違う。やっぱトールの笑顔にみんなね、やっぱいつもこう救われて、まあ今ちょっと物語が動いてるわけですから。怖いよ。そうなんか明るさを表現したいと思うんですけど、なんで海洋圏みたいなオーラだったの？このオーラですよ。オーラがさ、その彼女のやっぱり醸し出すその優しさとかオーラにみんな。だってさ、なんかもっとあるじゃん、その光らせ方って。なんかこのニュワー。ね、なんかさ別のアニメで例えちゃうけど、このバキで強いもの同士がニューワーっていうやつだ。バトルバキ全部バトルバキだ。オリバー対ユージローとかニューっていう強者つわものだな。これは優しさなの？優しさがこういうオーラとして出てるね。オーラとして出てるよもうこれね、これが。いやこれだけ見たらとんでもないバトル漫画だと思われちゃう。クルバが。なんでよほら。怖い。ほら。かわいいじゃん。まあ、まあ、見たらちょっと似てるか。ほら。全く似てない。確かに。この中の誰かって言ったら確かにそうだね。ほら。髪が長いから誰かって言えばね。ほら、いいじゃない。特徴捉えてますね。捉えてます。ほら。よし、面白いな、いいですね。脇から優しさ出てるもんなんか。さあ、この時間はこれで終了となります。次の時間の準備をしっかりしておいてください。はい。